い6年ぶりじゃねえかてか6年ぶりじゃねえ初だよ人生ゴブリンお前どうしちゃったんだよマジでおいベストカードベストカードというものはですねベストThe most important, the most strongest card of Clash Royale. Number one. Number one! What is this? どういうこと?ええ?もちろんグラチャレだよ。グラチャレだからちょっとあのマルチとはマルチってもいろんなのがあるからもあれです。でもグラチャレってみんな使えて、ね、みんな使えるカードたちだからさ。60% 勝率やばくね?はい。では、それではね、前回も動画にしましたけど、その一方で、この二人組。あのさ、なんだ、スーパーセルさんさ、ゴブリンバレルって、勝率が一番高いゴブリンが乗ってるんだよ。その三つのね、ゴブリンを、三人のゴブリンを乗せてるカードがなんで102なんだい?スパーキー 1% はいもう終わり30%31% ゴブリンさんやばいということで僕ですねゴブリンこれ使わざるを得ないわけですよね私のねマイクラスキンももう非常にねまあ、これあれですよ僕のマイクラスキンは大原面に作ってもらったのでクララワさんとは関係ありませんからね大原面に作ってもらったんでねはいはいはいそこはちょっとそこは重ねて訂正ね申し訳ないなと思うんですけどね私非常に似ているということでね私のマイクラスキンで非常に似ているという、このねゴブリンさんでございますけれども全部フェニックスと文句だなこれえっ何なんだ今な今なとか言って今ゴブリンの使用デッキ使用されてるカードの上位デッキを見たんだけど全部ゴブリンだ。全部フェニックスモンクデッキじゃん。なんなんだこれ。スロットみたいだな。スロットだったらもうこれ大歓喜だなこれ。もう俺ぐらいになると、スケルトン部隊じゃなくてゴブリン。頼むよスーパーセルさん。ゴブリン、こいつらのこの格差やばいよ。だってさ、ゴブリンこいつただ歩いてるだけじゃん。バレルさ、飛ばされてっからね。こいつの方が高級取りである必要があるんだよ。頼むよ。バレル2コスでいいって。いや、ダメだ。バレル2コスになると枯渇が強くなってロケット流行ってスパーキーダメだ。全部ダメ。よしということでね、今私、金券リーグ3いますんで、こちらちょっと今日は、またね、バッチリと、バチコシ、上げて、マスターいけるか不明ですが、行きましょう行きましょうポチはい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 。はいはいはい。いきますよ。あ、そしてですね、皆さん、今ですね、この動画もう土曜日にアップされてると思うんですけど、ね、しつこいよ。キヨキヨさん、しつこいですけれども、猫さんトレーダー再販ありがとうございます。なんで宣伝ですかって言ってね、みんな怒んないでね。ああ、キヨキヨお前宣伝すんなよって思わないで、思わないでね。うん。もうそう。やっぱこの猫さんはね、もうなんか前も動画で喋ったと思うんだけど、なんでライドラ動画で喋ったと思うんだけど、やっぱりなんか YouTuber のアパレルブランド正直買いたくないじゃないですか。何みたいな。なんかその、むっちゃ、ルイ・ヴィトンとか、むっちゃ胸張ってさ、着れるかって言ったらわかんないじゃん。最初はね。そう。だから、なんか俺宣伝とかするのあんま、ちょっと気が引けてた部分は正直あったわけよ。だけど俺マジでいいもん作れてるから、もうそこは、もう自信持って、喋っていこうと思うんでね。キヨキヨさんのね、猫さんの話が来たら、最初のね、最初の方は、まあ、10秒スキップしていただいて構いません。ね。ね。だからね、5回目ぐらいからね、1回聞いてみてほしい。1回聞いてみてほしい。5回目から。なんなんていうね。ちょっと待って、これまずいね。非常にまずい展開。なんだこれは。なんかすげえ。まあただ、しかしこれライドラ合わせてきてもこれバレ刺さるぜっていう。逆にライドラ出してくれた方が嬉しいよ。うん、出してこない。オッケー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 。このさ、卵嫌なんだけど!ね、金玉ね。いや、金玉でしょ?別にこれ金の卵、金玉ですよね、別に。はいはい。うん、頼ますよ。ちょっと一回ここ、はい。大丈夫?大丈夫?これ大丈夫?
あぶねえ。あぶねえ。なんか毎回ドキドキする。俺あれでライドラのキング起動、俺ガチャだと思ってたね。ライドラのキング起動ガチャだと思ってんだから俺、ほんとに。そしてミラー、あ、そして猫さんトレーナー、説明欄からあのまたあのホームページ、開放してますんで、そちらから見れます。もう買わなくていい、もうホームページを見るだけでいいよ、もうマジで。オッケーオッケーオッケー。ここ早めに処して撃て。撃つすが意味ない。ホームページも俺作ってんだからね、やばくね、マジで。もうプログ最初のプログラミングだけはその夏の時にやってもらってるけど、更新とか全部俺で。えげつい。ちょ待って待って待って、マジフェニックすげえやんマジで。皆さん覚えてますでしょうか。私、まあ2ヶ月間クララはしてなかったんですけど、その復活の動画でもうね、怒んのはやめようみたいですよね。カードが強すぎて怒ることはやめよう、みんな穏やかに生きようみたいなこと言ってたんだけど、ダメだよ。なんでだよ、今2人と会う、まあ勝ったからいいけどさ、フェニックス2人いる、マジで。本当に逆に聞くわ、フェニックこいつ1位でしょ、フェニックス何位、11位、嘘やん。え、嘘やん、それは絶対嘘。何をもって嘘と言ってるのかっていうね、うん、嘘というツッコミは成り立ってない。嘘というツッコミはもうツッコミマジで成り立ってない、ごめんね、うん、俺のあのちょっとこれまずいな、これまずい、これうわ、過剰したが、まあまあまあそれもまた一強いてー、普通にゴブリン出せばよかった。ミランダクイーン、ちょっとゴブリンちゃんを横から走らせっかな、うん、ゴブリンちゃん横から走らせて、これあんま強くないかな、うん、あでもまあ呪文咲かないとダメだよね、だってこれ透過交換ですからね、はい、でしかもザップ切った、だからスケルトン部隊的な、うわやだなこれ、これむっちゃやだ、ただ右ジャイアントこれつけられない可能性が非常に高い、でもザップ一回でもこれエレキ来たとしてもジャイパンチむっちゃ入るんで、細かいの来たらここはちゃんとオッケー、ラッキー、これ相手もエリクサーないんで絶対守れません、はい、絶対守れません、オッケー。でここギャング、あここね待って、相手ザップ切ったでしょ、ザップ切ったからジャイパンかぶれ、オッケーオッケーオッケー。さあこれでゴブリンってどんぐらい入るん、まあまあっすね。あれゴブリンさん、まあまあっすね。さあこれでゴブリンバレルで防衛してくるとは誰も思ってないはず、オッケー。よし、ここで俺はゆっくり左でスパーキーを出して守りっていきながら相手まで、ホグだから残り1分になったら僕のねマジで優勝なんだよ、え、マジで残り1分になったらスパーキー出して逆サイ守れるエリクサーが出るんで、ちょっと一回スパーキーさんオンラインさせていただいて、残り1分14秒、はい、スパーキー、よろしく。で、こうすると逆サイ来たい。逆サイは出したい。この人逆サイ出したいよ。逆サイ来た。で、ここはガゴ漏れで耐えて、はい、これで、ミランダクイーンされても、え強えな。ただ、相手ザップ切りましたんで、ここ右はいい感じに捨てまして、相手は、ギャングと、コウモリ。うわ、マジか。撃て。撃たんのかい。ちょっと待ってね。これは一回こうやさめ打って OK、 うわーい、おー危ねえ、ただこの右ギリ守ってる、 OKOK、 よくてそれよくて、ミランダクイーン来て、ミランダクイーン来てこいつをガゴ群れでしばく、ガゴ群れで、これ、コウモリとかなんかそういう系しかない。で、裏ちょっと出して、はい、上からマリコでガゴ群れチンパン。大丈夫？いや、ただ相手は、エリクサーを過剰防衛している。ジャイパン決めろ、
清清選手この直近動画史上あんま負けることなかったからやばいね。ちょっとあの、本当にさ、清スパ俺使えなくなってくの、上から行くと。上だってもう何なんだよこの不死鳥よ。おい、おい、俺も不死鳥使うぞ。おい、マジで、マジ俺、お、不死鳥対策デッキは不死鳥を入れるしかないのかい。でもそうだよね。さあここで倒しても、はい、金の卵ちゃん倒して、金の卵ちゃん倒して。お、強い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 。おい、マジでマジで、フィンランド見てる？I have a question. I have a question.見てる？ちょっと待って、マジで。マジで待って。マジで待って。So, I think so. He is broken. The name is Phoenix. Japanese people very very angry for him. The name is Phoenix. Phoenix is.ブロック英語力がないこの YouTuber 英語力がないいやちょっとマジで俺最初楽しかったんだわ、その最初楽しかったのよ、そのあのさ、フェニックス強くておもろいみたいな。じゃあ俺もフェニックス使うよ。なんだよ、なんかエレジャーデッキなのかもフェニックスデッキなのかわかんねえじゃねえかよこれ。いやもうラスト侍決めるわ。ここ、あの、文句はね、言うつもりはない。俺は戦うだけ。与えられた環境で俺は戦うだけ。それが俺に残された道である。OK。OK。なんなんだこれ。でも普通に相手デッキ嫌だな。OK、OK、OK、OK。OK、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 Thank you very much! やっぱさえ、シャーオッケー、出しといて、ここもちょっと捨てのメガゴでちゃんと守って、オッケーいいよ、オッケー。でこのスパーキーちゃんと生かしていかないとダメだな。あいつ、ミラーと、あいつ思ってんのは、あの ロイヤルデリバリーとウッドっていうもう最悪のコンビを持ってるから、ここで一回はけといて、でここでこうする。 OK、 ローリングウッド切った。 OK、 ここでここでちゃんとスパギ出して、おいちょっと待ってくれマジで、おい待ってくれ、そんな不死鳥、おい鶏肉にするぞこら、おいマジで鶏肉、おいマジでこの鶏肉マジでマジで、お、鶏肉、おい、鶏肉の復活、おい、もう本当に、もう、どうしたらいいんだよ。復活するわ。復活するわよ、これ。強えし。俺も使うよ、じゃあ。じゃあ、俺ちょっと、ちょっと待って。俺もこれも使って、これ使って、ごめん、俺切れたから、ゴブに使わねえよ、今日。俺も切れたから、俺これでもう勝ち込みに行くか今日これで、ね、フィンランド見てる？俺もうゴブリン使いたかったのに使えないよ今。
アンビリーバボアンビリーバボ So I think フィンランドスーパーセオコンシデレーションOf Crash Life. Yeah, I believe your consideration. However, doesn't match. I hope thing. But people say you should.Use Phoenix. Yeah. But we use more cards, variety cards. Why we have to use Phoenix?This Crash Royale must use Phoenix! ということで、俺のね、英語力の限界が垣間見えたところでね、クラロワしていきたいと思うんですけどね。誰か訳してくれ。俺の、多分文法とか全然違うし。もうその俺のもうメンタリティで言ったから今、パッションで言ったから。うん、パッション大事なんだよ、パッション。うん、俺だって英語勉強ね、ほぼしてないからね。うん、してないけれども、まあ、パッションで行こうぜっていうね、そういった取り組みをね、今実施させていただいている途中ですが、このデッキはね、普通に強いね。はい、おい、センキュー、おい、侮ってもらっちゃ困るぜ、俺のスパーキー力は、よ、おい。ただ、ちょっと待ってよ。これは、一回、やべ、ちょっと一回フェニックス出しといて、もうちょっと、取りま、お茶にごしフェニックス出して、ライトニングあんのやだな、これ。ライトニングあっちゃうんで、本当はね、裏から殴りたいのは山々なんだけど、ちょっと裏から殴りましょう、OK。これ裏から殴って、で、ここで、LSP、いや、ヒースピ出して、OK、回復させて、うわー、でも、しかしあれだ、スパーキー死んだ!フェニックス関係ないよ。おい、ちょ、大丈夫か?キュウキュウさん、これフェニックス関係ないよ、これ。フェニックス関係ない。フェニックス関係ないで負けるぞ。あ。いや。あ。いや、いける。相手エリクサーね。わお。あ。いけ、わお、He's broken. The name is Phoenix. But happy. I'm happy. Happy now. But I will disappointed by Phoenix. I believe this.レッツゴー。いや、これやばいだろ、マジで。でも、まあ、今、さすがに相手エリクサーなかったから、最後。ライトニング切ってたし。うん。まあまあ、これは、弁解の余地ありますよ。やっぱり、スーパーセル弁護団の、スーパーセル弁護団の、やっぱ私、急遽といたしましては、今のはですね、ゲームバランスとかいう関係ではありません。相手がエリクサーを使いすぎただけです。ということで、それをね、証明させていただくためにですね、今回ですね、クラッシュロイヤルでね、遊んでいきたいなと思います。相手がエリクサーなかったら、それは何でも勝てます。はい、何でも勝てます。じゃあ、あなたは、ね、あなたは、エリクサーがない時に端前ジャイをして、もしタワーが降りたとします。その時あなたは怒り狂いますかって話。NO! なぜならば、相手にエリクサーがないから。エリクサーが同等で、それでもう、ゴリ押しできるんだったら、それは、変更する余地があるんじゃないですかね。
という話でございましてですね、試しにフェニックスをここで出してみましょう。そして試しにですよ、試しにここでフェニックスにレイジなんかをかけてみる。そして1、2、3、上を見く太陽が綺麗だなと思っていたらタワーが折れている。 This is Phoenix! This is Phoenix! Unbelievable! あ、ちょ、なんやて、なんやてくど、なんやてくど、なんやてくど、あれ今のは、はい、スーパーセル弁護団のですね、救急から言っていただくと、今見ましたか、みんなが強いとかね、泣き叫んでですね、フェニッカスなんてね、みんな言ったりするんですよ。ね。しかしですね、みんなは見ましたか、巨大スケルトンに届きませんタワー。スーパーセル弁護団の、救急さんからですね、ご説明がございます。巨大スケルトンを追いかけて、ただ終わった。アイフェニックス。どうですか、弱くないですかね、あのまさみんなフェニックスなんてそんなねこと言ってたのに、もう私は心を苦しいかないでございますね。でスパーキーにじゃあゴブリンジャイアントね、ゴブジャイアントをつけてフェニックスを出す。そしてここでレイジをかけるね、レイジをかけさせていただいてね、まあこんな感じでもうこうやってもうねヒースピーなんかもつけたりね、するんですけれどもね、ここでちょっとエリートバブリアンを角から出してみようという、そういった政策、はい、そういった政策に対してどうだ。あー、金の玉が破裂しませんでした。これはスーパーセル弁護団の急遽大歓喜でございます。はい、大歓喜でございます。そして相手はおそらくカウンターをしてくるだろう、カウンターをしてくるだろう。だからフェニックスを出す、フェニックスを出しただけでは守れないでしょう。ほいほい、やばいよやばいよ。やばいよ。ここでエリババを守るように出して、でこうすると金の卵が Do you please look at me? Wow! Wow! I have two Phoenix! Wow! He must champion! Yeah! I promise! Promise じゃないな、わ俺は思う、彼はチャンピオンだと。チャンピオンなら1億個譲って OK だ。ウルトラレアアンビリバボー2体出せる、2体金の玉出してみ。うん、大変だよ。ちなみにまだ負けてないっていうねはい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 。でもさ、皆さんさ、ギョギョさん、そんなにフェニックス嫌なら使わなくていいんじゃないですかって言ってる人、それは違う、それは違う、思うところ、あ、それは違う、夫に思うとこがあってじゃあすぐ離婚した、それは違う、ね、俺も使う使うしかないんだよ、使わないといけないんだよ。あ、煽ってきた。ははは、は、じゃあ俺もじゃあちょっとこんな、もう俺はパラダイスだよって、俺パラダイスだよってなって、あー、いいスタンプ持ってますね。ちょっと一回暇なんで、初手芸してみましょう。はい、初手芸。はい。うおー、いいスタンプ持ってんね。かわいい。おっと。タルババだ、え?うん、だいぶ遅れましたね。だいぶ悩みました。相手手札結構辛いと思う。うん。さあ、ここで、フェニックスを一回出してみて、テラレッテ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 、テラレッテッテッテッ、テラレッテ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 ッ、あ、でもこれちょっときついかも、普通に。テレテテテレテテテレテテテテレテテテテテレテテテ、わあああああ、 What is this? これこのデッキと相性よくね、フェニックス。あのさ、ヒースピで今回復だじゃん、かつレイジでもあの生成速度速くなるのよ、すぐ生まれんの。だから相手タワーダメージだけで許容してくるときあるじゃん、そこにレイジかけると復活するのよあいつただ相手もフェニックス、目には目を、歯には歯を、まさかの半村美法典をこの動画で学べるとはな。ん、まずい、まずい、
パニックス復活してきたぞ。 OK、 そこでザッピー倒すのマジ偉い。うわ、ワッハー来たね。ワッハー瀬戸、ワッハー瀬戸来たよ。ワッハー瀬戸、ここでフェニックス出してレイジかけて、レイズレイズかけて、よし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 、いいぞ、やっちまえやっちまえやっちまえ。でここのヒースピのタイミング大事なの。ヒースピここだな。オッケー、あーでもちょっと回復しちゃっただけ。この400遠いな。そんで400が遠い。ターゲットは、うん、ターゲットは金の玉に向くんか。オッケー、ここワッハー来るし、これでいこう。ちょっと一回もう陸で、ちょっとさっきとは違う戦法で合流します。はい、オッケー、あ、オッケー、ゴブジャイゴブジャイレイジ、オッケー。みんなねスパーキーに集中しちゃうんだよね。スパーキーエリバーも止めなきゃーっつったらね、ゴブジャイ走ってくからね、こうやって。オッケー、いやーいいね。あれだわ、俺分かった。さっきまでごめんなさい、私ちょっとヒートアップしちゃってました。ヒートアップしてね、ヒーズブロークンだとかね、うん、アンビリーバボーとかね、俺らは他のカードを使いたいのにフェニックスがぶっ壊してるんだとかね言っちゃってましたね。だけど俺思った、フェニックス VS フェニックスならまだいい、うん、フェニックス相手が使ってて自分が使えないっていう状況だと、もうちょっとね、発狂してしまうんだよっていうことですね。私ね。まあ、もうスーパーセル弁護団はですね、これからも私ね、クリエイターコード、キヨキヨがあるまではですね、させていただこうかなと思います。はい。皆さん、クリエイターコード、do you know クリエイターコード?クリエイターコード、もし、応援してくださる方いたら入力してくれると非常に嬉しいなというね、思うところなんですけれども。ありがとうございます。ありがとうございます。うん、みんな、俺がね、クリエイターコードか猫さんの話をすると、みんな10秒スキップをね、するっていう、そういったね、そういったなんかこう、修正があるんじゃないかっていうふうに思うんですけどね。もし、私が猫さんの話とかね、クリエイターコードの話しても10秒スキップしたことないよという方は、ぜひコメントで、教えてください。はい。あなた。感謝感謝ということでございますんでね。いやね、俺大好きなんだよね。俺感謝感謝のあの曲大好きだよね。友達の前で結構披露するからね。え、おいしいおいしいおいしいヤミー、感謝感謝、またいっぱい食べたいな、デリシャ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 、ハッピースパー。俺キャンプ行きながら覚えたんだから、これ。うん、キャンプ中に覚えたんで、これやるとなんかちょっとテンションみんな上がるっていうね、うん、なんかみんな知ったこと知ったよってね。私あれですからね、スカイピースさん、お会いさせていただいたことが1回だけありまして、スカイピースさんというかジンさんと一度だけなんか YouTube のイベントでなんか机をちょっと一緒に囲ませていただいたという面で、もうすごいね、すごいミジンコ発言を今してしまいましたけどね。そう、もう私大好きでございます。はい、大好きね。最近スカイピースさん引っ越しとかもされて、そういう動画も、僕も物件好きなんでね、そういう動画ね見ちゃったりしてね、はい、すげえなみたいなね。編集僕編集してるからさ、編集マン視点でちょっと動画見てみたら、すげえ編集大変そうだなみたいなね、そういうのあったりします。はい、長い長い。そんでこれエリババ絶対刺さる。こっちエリババ絶対刺さるやん。うわーうわー、やめてあげてやめてあげて。よし、なんすかそれ。あー、なるほど。まあこれはね、こうでいけますね。私も鬼じゃないんでね。あ、ゆっくりゆっくりやっていきます。これちょっと刺さりそうにないな。これ正直刺さんないけど、ちょっとゴリ押すわ、一回ゴリ押して入るのかって。これは普通、従来は刺さんないんだけど、これはどうっていうね。あ、さあ、そして、おっと、あー、さすがに。おおー、なるほど。逆さ来るぞ、やつ。ここのね、裏から止める。OK。こいつ強要だな。いや入らんなこれ多分。オッケー、それはゴブちゃんでかい、ゴブちゃんでかい、ゴブちゃんでかい。サクちゃん一回。入り場を取っとくか。
やべやべやべ、うわもう反面教師にしてくださいね。ね、私のことはあの先生だと思わないでくださいね。先生を見てこれしちゃダメなんだってあるよね。うん、ですげえ怒る先生って何だったんだろうねあれ。まあ怒るのさ、俺一ついい、運動会でちょバカなことして運動会のグラウンドの端っこの方で怒られるのはまだいいんだよ。授業中ちょっとさ機嫌悪くて怒るってあれ何なんだろうねマジで。やめてほしいよねやめてほしいよねあれ何だったんだあれ。あとさ、まあ、分かんない人間だからあれなんだけどさ、すげえ理不尽に怒られてる人いなかった？あれさ俺かわいそうだよ、やめたれよって思うよね。かわいそうだよ、うん、普通に普通にかわいそうだよそのちょっと標的になってる人いるじゃんねえ。そしてダメじゃんフェニックス出さないからだ。俺は今フェニックスを出してほしいんだっていう言い訳ね。えオッケー、こっから逆転するのが俺だよね。まずスパーキーを、3分クッキー始めます、よろしく。3分クッキング始めて、俺さあの BGM 好きなんだよね、あの麻生太郎さんのさあのショート動画でよく流れてくるさ、テンテレレレンテンテレレレンテンテレレレンテ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 レテ、わお、これどうしましょう、どうしましょうねどうしましょう、ロケット使え、ロケット使え、使わん使わん、ええ入るよ、ええこの人絶対今通勤中に目の前に電車開いたから座ったんだよ、あざっす絶対に負けるとこだったのに、絶対に負けるところだった俺は今、あざっすまあでもさなんか俺、うん、でなんかこのスタイルは好きなんだよね、なんかもう気ままにやるっていう、うん、なんかさよく言うのよ、 YouTube ってワン動画ワンメッセージだよねみたいな、あんのよ、なんか一動画にもう盛り込みすぎるともう何見たらいいか分かんなくなるじゃんとかさ、結構俺もさ YouTube 動画をさあの流し見すること多くてさ、今何やってんのか分かんねえっていう状態が一番きついじゃん、うん、その一番きつい状況やっちゃってんだよね今までねあれ何の動画見てんだっけなみたいなね、うん、だから俺これ好きなんだよね、こういうなんかこうもうなんか、うん、YouTube が好きなんだよ俺。うわーすげえやだなそれ、どうしましょう、うわうわフェニコ対決、ここさワンチャン、うわーワンチャン止めて復活させてレイジかけたらむっちゃアド取れた、ちょ大丈夫、なんかいやごめんなさい、なんか謎ザップ打っちゃった精神的に不安すぎて謎ザップ打っちゃったむっちゃ精神的にやられてました今、まあ、ただそんなダメージリード取られてないから、はいスパーキー出してスパーキーエリポンします、まあ相手のやりゴムなんかもうこれスパーキーエリポンだから、もうどん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 スパーキー溜まって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 軍勢でいくっていうね、はいポイズンで、おそらく相手はもうフェニックス出してくるんで、フェニックスまあ早めかまあ端前ぐらいで多分ガン付けで出してくるんで、うわーなるほど、スパーキーちょっと HP 回復したいっすね、でもこの辺ではい来るからもう出しといて、はいオッケーで、ここはレイズかけて、レイズかけてオッケー、ちょっと待って、おい、そいつをやれ、そいつをやれ、なんでやねんもうマジで
フェニックス使ってても負けるってどういうこと？よしよしよし、まあまあまあ、まあ、ダメージリードなぜか俺が取ってる、なぜか俺取ってんだよね。でも相手にそういうこういう系が多いから、 OK よっしゃ、ちょっと一回スパーキ出して、うん、うわ何ですかそれ、どういうつもり、ここ2周目なんか決めるしかないな、2周目やろう、2周目やべえな、マジで話になんねえ、どうしよう、どうしようどうしようどうしよう、こいつを一回クッションして、このスパーキーに合わせてここで形組むか。うわー、そのフェニコがいるだけで急にヤバくなんだよな、なんかここエレキ生かしてスパーキーを押してもらって、ここでいいじゃな、 OK、 ここで焦んない、 OK、 スパーキー入れ、あー OK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 、 OK、 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 美味しい、おいしい、飛んで火にいる夏の虫で、フェニコ出して OKオッケー、ここで一気に奇襲かける、ここで行かないと負ける、で多分エリバボレ入ると思うこれ、オッケー、でここスピリット出して、ここもザップで飛ばして、ベリーマッチ、オッケー、アイキャンウィン、どんだけ動画撮ってんの、またちょ待って、またさ、すごい40分くらい動画撮ってんだけど、なんなの、なんなの、アニメ見終わったよ今。だってアニメってさ、あのさ、なんか CM とか入んねえと21分ぐらいじゃね2本見れるよ今、うん、懐かしいな。でも俺アニメあんま見ないんだよね、アニメあんま見なくて、見たのがあの4月ぐらいに、5月ぐらいに見たあの暗殺教室、うん、暗殺教室ぐらいだね。さあこのフェニックスをもはやちょっと一回ちょチンパンしてみていい、一回チンパンで俺いけると思うね、これワンチャン俺んじゃね、え、いやでもレイジ復活するよ、はい、はい、これまたフェニックスで守って待ってそういうこと、超高回転フェニックスがさては強い、あーでもこれやられちゃうときついっすね、テスラとかに弱いよね、多分。テスラプリンセスロケ砲とかに弱いね。うん。まあまあまあ。でもロケットありってあるっていう、その新事実が発覚したところで、俺は今、ちょっと慣れている。うん。スパーキーが刺さらん。で、ここで本当はフェニックスなんだけどな。まあちょっと一回レイズかけてみて。え、そこ？え？それ美味しくね？それ美味しい、しかも。オッケー、サクちゃん入る。まあ、一回スパーキー出しといて。うわ、めんどくせえ。やべえ、やべえ。グーめんどくさい。グーめんどくさい！やべえ、やったわ。うわ、しかもスパーキーあっち行くし。とんでもクラロワだな。オッケー、入る。もう帰るよ。Thank you, nice.これ生きりだわ。これ生きったわ。ごめん。これ生きったわ。100でしょ。100遠いんだよな、このデッキ。ザップで削っていきます。で、これ、はい。ヒースピどうすんねん。ヒースピどないすんねん問題、提唱していきます。そっちかーい！はい、オッケー！ただ、やばい。スパーキー。ロケットのカモだ。ロケットのカモなんだよ。オッケー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 。まあまあ。オッケー。ちょっと待って。これはいった！これはいったぞ、ベイビー！おら！おら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 はフェニックスを、フェニックスの使い手、出すだけチンパンなのである。フェニックス出して、百戦利。
やだなそれ普通に。ここはもう下に任せて。ワッハー来た、ワッハー来た、ワッハー一人前、ワッハー一人前。オッケーオッケー、なんか耐えた、なんか耐えた、なんか耐えた。オッケー。ロケットある、ロケットあることを忘れちゃいけない。ロケットあるの忘れがち。ピッチャービビってる、はいはいはい、ピッチャービビってる、はいはいはい。あれさ、煽りじゃね。少年野球とかでたまに聞くやつさ、ロケット打ってくるよそこで。なるほど、それはね、それは俺も黙っちゃいまへんよ。これはそれは、でも相手もすごい防衛がうまい、すごく防衛がうまいのでなのである。やばい、ロケットで死ぬ、ロケットで死ぬ、おい、いけ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 、レッツゴー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 レッ